はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。以前ね、梨の剪定した枝をね、枝のチップをねもらった農家さんから、寒冷車っていうか、暴風ネットですね、暴風ネットじゃない、防氷ネットがあるんでどうっていう連絡がありましたので、もらいに来ました。で、今回2本あります。で、今からねトラックへ積み込みたいと思います。はい、これですね。よいしょ。で、前回ね、以前にもらったネットは何箇所か切れてるよって話だったんですが、今回いただいたネットは、切れてないような話してました。まあこれもね、うちへ持ち帰って実際広げてみないと分かんないんですけどね。まあ切れてたらその箇所をね重ねちゃえばいい話なんで、ビニールのようにね補修して使うっていうことじゃなくて、何枚か重ねればねいい話なんで、ありがたくね使わせていただきたいと思います。はい、じゃあ動画の方はここで一回止めます。